どうもいつもです。はい、以前スケッチ動画で描いた車ですね。その車にページ曲線などを使って線がですね、線を描きました。あの漫画的な。で、最初のうちはこのようにページ曲線で描いてたんですけど、自分もページ曲線使うの久しぶりだったのでやり方忘れてて、でちょっと時間もちょっとかかってしまったので、あ、これではダメだと思って、で、今楕円定規使ってますね。図形の定規もいろんなのを使って、でそれであの線画しました。線画を描きました。ページ曲線も頻繁に使わないとやり方忘れてしまいます。でまた、ね、無理してページ曲線で全部描こうとしないで、いろいろ、ね、頭を使って、イメージを膨らませて、図形定規でいろいろこのように重ねて自分が望んでいる形にして、描くというような感じでやりました。で、線画を描くときは漫画的な線画を描くときはレイヤーはベクターレイヤーで自分は描いてます。ベクター用消しゴムがありますよね。それがすごく楽に線を消すことができるので自分はよく使ってます。はい。で、これは最初車のシルエットだけを線画しようと思ったんですよ。で、色をそれで塗っていこうと思って、厚塗りといいますか、日頃行っている色の塗り方で塗っていこうと思ったんですけど、一応窓とかも全部線画、窓枠とか今描いてるように、全部線画していこうと思って、でやっていくうちにちょっと考えが変わってきてしまって、はい、ちょっとこう今の部分は四角定規では長方形定規ではちょっとできませんでしたね。1回ですぐ楽に描こうと思ったんですけど、ちょっとできませんでした。でもこういったページ曲線とか、図形定規とかでこのように線画をスケッチで描いた車とかをですね、線画すると結構まともな車の絵になるなぁと思います。はい。以前もページ曲線とかで描いた車の動画とかも出してるんですけども、その時に感じたんですね。今回もまともな絵にするためにやりました。はい。で、これからですね、ちょっと色を塗るのはちょっとやめて、漫画的な、モノクロで表現しようと思って、スクリーントーンなども使ってやっていこうと思ってやりました。はい、こんな感じですね。で、はい、このスクリーントーンですね、これはですね、メニュー画面の上の方にあるメニュー画面のウィンドウを選んで、でウィンドウの中に素材という項目があると思うんです。その素材の中に素材、単色パターンとか、また素材グラデーションっていう項目があるので、そこから選ぶことができます。で、自分はスクリーントーンを貼りたい場所にこのように選択範囲で囲って、で囲った後にそのスクリーントーンをこのようにドラッグ&ドロップですね、
そうすることでこのようにできます。はい、でグラデーションのスクリーントーンはこのように調整できるので、でただレイヤーとか別に用意しなくてもこのようにドラッグ&ドロップするだけでスクリーントーン用のレイヤーが自然に自動でできるので、はい、大丈夫です。心配しなくても、はい、で今回自分はカラーバージョンで描いてたのでスクリーントーンとかこのようなモノクロの絵を描く際はキャンバスを最初に選ぶときにカラーバージョンとかカラーとかグレーとかモノクロって3つの種類から選ぶことになってるんですけども、そこをモノクロにしたらスクリーントーンとか綺麗に、見えるようになると思います。モノクロバージョンで描くと、今回はカラーバージョンなのでちょっとなんかスクリーントーンが本来の綺麗さが出てないような気がしました。でちょっと白い部分がありますよね、そこは選択範囲で囲って、でスクリーントーンを消すんじゃなくて白色を塗りつぶしました。はい、でこんな感じで完成しました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければコメントやチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。